まあ、10周年はありがたい節目ではあるものの、なんかこう何かを成し遂げて10年やったぞっていうよりは、ようやくこういろんな膿が出て自分たちができることとか、まあ、逆に不得意なこととか、まあ、そういうことがようやくこう自分たちの自覚として見えてきたタイミング、どちらかというと今捉えれば準備期間みたいな形で、よりじゃあここから10年、さらに20年先を見据えた時に、まあ、この10年の過程をどう、こう自分たちで、まあ、次につなげていくのかっていうことが、まあ、ようやく考えられるようになったっていうタイミングですね。最初は食体験をより良くするために食体験のデザインをしていこうと。なので器屋さんじゃなくて、食体験をデザインするためのそのインターフェースとして器を作っていこうってことで始まったんですけど、金沢という土地でやってる中でいろんな工芸に触れるきっかけがあったりして、でそのやっぱ日本人が培ってきたものづくりに触れれば触れるほど、もっと大きいスケールで食体験のデザインを超えて、ものづくりそのものをアップデートしていく日本人として、でそういうことにだんだん意欲が湧いてきて、でなので作るものも器に限らず、立体物であったりとか、仲間が増えて楽器を作るようになったりとか、そういう形でこうものを作る対象が発展してきたっていう経緯がありますね。今回のタイトルは「工芸」ということで。やはりその日本人として、日本人が培ってきたものづくりをアップデートしようっていうことを考えた時に、やはり対象となるのは僕らにとっては工芸が対象になってきたんですね。実は工芸って明治以前は今の工業と同じ意味で使われてたんですよね。でそれが明治に入って純粋工芸とか産業工芸っていう言葉でこう工業と工芸を分けるような、まあ、だん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 その工業の意味を持ったものから、今みんなが描く美術工芸だとか生活工芸だとか、まあ、民藝運動の先にある生活工芸みたいなものに、だんだんこう分類を分けながら、その時代その時代にそのそれぞれの人が思う工芸の在り方を定義し直してきている連続なんですよね。でそう考えると、今自分たちが素直に思う工芸をもう一回再定義した上で軸足を決めて取り組んでいきたいっていう思いが強くなってきて、こう匠の技術をこう活用しながらも芸術に値するような、鑑賞に値するようなものをこう作っていく、だからそれをこうよりよく、より、まあ、クリアにその指針をこう示していく上では、その漢字そのものから改めて匠の工とですね、芸術の芸を当てた工芸という言葉に、音は一緒だけど再定義して取り組んでいくっていう意思表示として掲げています。手法というよりも姿勢を表す言葉と定義していて、で、まあ、今伝統工芸と呼ばれているものを当然始めた人たちがいるわけで、その人たちはおそらく想像でしかないですけど、その時代になかったような表現だとか、その時代にこう届ける相手を最高に喜ばせたいから、自分ができることの粋をこう集めて、形にしていた。で当然人に真似されないような、そのいろんな技術を開発して作っていたことがなんか想像できるんですよね。まあ、僕たちが受け継ぐのはそういう姿勢なんだと思うんですよ。なんかこう技術を真似る以前に、なんか今を生きる自分たちが今しかできないものを追求し続けるっていう姿勢の方が大事で、だからそこをリスペクトした時に、まあ、ふさわしい漢字が工芸、まあ、漢字を改めた工芸だった。でそこにはやはり今の時代にしかできないものを追求する結果、そこはやっぱりデジタル技術や、まあ、あらゆる工業の技術も、まあ、フラットに見て、そのこれまでの先人たちが築き上げてきた工芸の延長線上に、より良い答えがあるならば、やっぱいろんな技術は試してみたいっていうイメージですね。
彼らってやっぱりその伝統工芸をやってるわけではなくて、ものづくりをやってる人たちで、あの技法とか素材とかそういったものへのいい意味でこだわりが全然ないんですよね。でだからこそ全く新しいものを生み出せてるんだと思うんですよ。 でそれをなおかつあの好きなこととしてやり続けられてるっていうところが面白いんじゃないかと思うんですよね。続けることって一番難しいじゃないですか。今現代のこの情報化社会の中においては、その新素材に挑戦するっていうことはやっぱり現代アーティストならやるべきことだと思うんですが、セッカさんの場合はそこを徹底的にやってるように思うんですね。でなければ作ると、そういうところもあると思うんです。粘り強さとか執着するエネルギーとか、やっぱりセッカさんのある一面はとてもいいデザイナーという言い方はあるけれど、私にとっては非常にタフなアーティストでもあるというふうに見ているということです。当然工芸の世界にもいろんな作家さんがいて、何かを伝えたくて作ってる人はいると思うんですけど、まあ、現状一般的には工芸が評価されるのは技能と素材の掛け合わせが最も注目される。ただ今の時代にやっぱり大事なのって、どっちかというとその考え方とか未来をどう捉えるか、そのためにどういう議論を生むのか、そういうことの方が大事かなと僕は思っていて、でなので工芸もコンテンポラリーアートのように何かを伝えて皆さんと議論するきっかけになったっていいと思うんですよね。でなので僕たちは常に作品を作るときに、単に美しい、単にかっこいいみたいなものを作るんじゃなくて、じゃあこの作品を通じて誰とどんな議論が生まれるのかみたいなことを想定して作る、なんかそういう、こう役割を担うためにも、まずは起点となる問い、なぜ今こういうものが必要なのか、なぜこういう議論が必要なのか、そしてこう世の中はもっとこうあってもいいんじゃないかみたいなことを、まあ、軸足として、それをこう作品として形作っていくっていうのが、まあ、どの作品にも共通して言える僕たちの特徴ではあります。やっぱり作る上で、まずセッカを起業する上でものすごい問いを立ててるんで、やっぱその問いに乗っかってものを作ってる以上は、一個一個やっぱり何かしら伝えたくて作ってきたっていうのは変わらないですね。僕はすごい間が綺麗だなって思ってるんですよね。なんかこう考えさせられる器なんじゃないかなと思って。他のお皿って料理があってこのお皿がいいっていう感じだと思うんですけど、なんかこれどういう風に盛ればいいんだろうみたいな、今考えさせられる、なんかそういうお皿がすごい特徴的かなと思います。お、これお皿なのかなっていうのを作るじゃないですか、たまにランドスケープとか真ん中にいきなり溝があるのとか、なんかセッカさんがすごい奇抜って言ったらいいんですけど、想像がつかないお皿を作れば作るほど、私も自分の想像できないデザートの盛り付けができるので、それはすごい楽しいです。なんかこう全然自分の考えなかったところが引き出してくれるっていう感じです。やっぱり喜んでもらえるものにシンプルにしたいっていうところですかね。なんかそれ以外はやっぱその喜んでもらい方もいろんな角度からのデザインがあると思うんで、利便性ももちろんですし、置いておくだけでもすごい気持ちが上がるようなデザインもそうだと思うんですけど、まずは自分がこう納得いくものを作らない限りは、まあ、そこのどんだけ説得してもなんかお客さんにはその気持ちって伝わんないので、周りの人を喜ばせるためにまずこの身近なメンバーをまず、ハッピーな感じでできるデザインっていうのを心がけています。工芸のあり方としては、なんかいかに素材と向き合うか、いかに素材と対話した中で
自分にしかできない技能とその素材が持ってるポテンシャルをこう掛け合わせて本当に唯一無二のものに昇華させるっていうことが工芸の美徳の一つ、まあ、そこにメッセージが重なってさらにものがこうなんていうかな意味を持ち始めるとものすごい強い力になると思うんですよ僕は。だから、まあ、僕としてはやっぱり日本人がこう大事にしてきたことを日本人のその考え方で世の中に問いかけたっていいんじゃないかなっていう。とという考え方はまあ、まさに今 AI 技術をはじめとしていろんなデジタル技術がこう発展していく中で、なんで超効率化社会になっていくと思うんですよね。でそれはなんかこう生きることとか働くことすらも再定義せざるを得ないぐらい便利のその先が形作られていくと思うんですよ。でそうなった時にじゃあ人って何のためにものを作るのか、もしくは人と人とがこう交わりながらこう生活を営むことの本当の価値って何だろうって考えた時に、やっぱりこの効率と真逆にある何かこう数値化できないことに僕はどんどん価値が戻ってくるような気がしていて、それはものづくりにも言えると。でそれはどういうことかというと、例えば僕たちがいてじゃあそのある料理人さんと出会って、でそこでいろんなこう、まあ、料理の話に限らず生き方も含めて会話をこう交わしていった時に、多分お互いにこう気づきや発見とかそういうものがあると思うんですよね。でそういう会話からしか得られないそのアイディアを素直に形にするようなものって、なんかこう効率と真逆にあるすごい豊かな僕は象徴物だと思っていて、じゃあ石化としてやっぱこういう現象をどんどん今の時代だから追求したいんですよ。だからとという考え方でいろんな人やいろんなものとかいろんなまあ文化とかっていうまあことでもいいんですけど、そういったことと僕たちが触れ合う中でその化学反応で結果的にこう生まれていくものをまあ僕たちは楽しんでいこうと、でそれを作ることを豊かだと捉えています。いや自分の頭にある言葉をそのまま投げるわけです。こんな感じのこんなんでこんなんなんとかなんないっていう、本当にそれを具現化できたら僕デザイナーやってますよねでもなんか例えばこういうものを盛り付けるためのっていうものではなくて、こんな器あったらどうかなとか、用途から入るというか、その人間の動きから入るというか、そういうことも一つのヒントだけども、それを具現化する力はないので彼らにお願いしたりするわけですし、まあ、一番いいところっていうと他にないところじゃないですか。他のものにはないそのデザインであるとか、僕らの想像力をかきたてるというか、可能性を提供してくれるわけじゃなくて、可能性をなんか感じさせるきっかけになるような、なんかそんな器のような気がしますね。使ってみたいなって思う魅力的な楽器が来て、うん、でもやっぱり自分の出したい音っていうのはそこにはまだないわけなんです、うん、でもきっとこれはもっとこう改良を重ねていけば、うん、そういう音がきっと得られそうだなっていう感触ももちろんありましたし、キタレさんがそうやってやり取りして楽器をこうよりいいものにこう改良していくってことに対してすごく前向きになってくれたので、シンギュラーを使う大きな理由の一つなんですよ。やっぱりその楽器を、まあ、作っただけではその後何も生まれてこないわけで、やっぱりその楽器の作り手とその奏者の弾き手の方がやっぱり常にこう相互関係にある状態っていうのがまあ、ないと何も生まれないわけで、自分が楽器を作ってそれが、まあ、奏者にこう渡って、その奏者がそこで新しい曲を作って、でそれを聴いた人がまたその刺激を受けて新しいクリエイティブを生む、なんかそういう循環をこう作っていく役割をこう担いたいなっていう思いですね。自発的に作るものであっても、なんかその誰かを思ってものを作るっていうことは結構意識してる、うん、やっぱりそこが一番大事かな。でやっぱりそのやっぱ会話っすよね。会話
からしか生まれないもの、まあ、非常に魅力的ですね。できる限り量産と真逆のそういったアウトプットを数を作ることが目的にせず、いかに一個一個の濃い、ね、会話の、まあ、産物を生み出していくっていうことが、まあ、僕にとっては目標の一つではあります。時間があるとついやっぱ考えてしまうのがやっぱものづくりのことなので、どうしてもその脳みそなんですね、ずっと根っからの。なんでもう いつ何時もなんかそういうことを考えてるし、それが心地いいし、まあそういう今後も脳みそだろうし一生やっていくんだろうなっていう、なんかそんな感じですかね。やっぱり目標はすごくシンプルで、今10年やって気づいたことを、まあ、密度を上げていくというか濃度を高めていくことが次の10年の僕の目標で、やっぱりなんていうのかな、まだまだこう自分たちの問いを届けたい人に届けられているかと言われると、まだまだ届けられていないし、じゃあ一個一個の作品がやりきれているかというと、まだまだできることはあるし、だから何かこう市場を広げていくとか売り上げを上げていくとか、そういうこと以前にやっぱり自分たちが信じられることがちゃんとやりきれたって信じれるまで、こうやっぱりその質を向上させていくことがこの10年の目標ですね。次に問いは尽きないと思いますよ、死ぬ直前まで